さあ始まりました山本期日前でございます。早速なんですけども佐藤さん、はい、河野太郎防衛大臣のツイッター今フォローしてたりしてますか？いや僕がそのツイッター始めたのもここ3ヶ月ぐらいなんで、めちゃくちゃ遅い。何歳ですか今？今28なんですけど。いやいやだいぶ遅いじゃないですか。 SNS ちょっとあんまやんないんで。大人気なんですよ。なので本日の企画はこちらです。河野太郎大臣の全てのツイートをチェックしました。河野太郎大臣ツイッター氏でございます。1万7000件以上です。1万7000件以上の河野太郎大臣のツイートをチェックいたしまして、2010年から2019年まで並べてみました。で僕もなんでこの企画をやったのかと言いますと、大臣はやっぱ昔から面白かったのかどうかっていうのを確認したくて、もう最初に言っちゃいます。2010年からめちゃくちゃおもろいです。もうこれはすごいですよ。多分河野太郎大臣ファンの皆さん今いるかと思うんですけども、ぜひ2010年のねこの辺まだ知らないかと思うんで、ぜひチェックしてみたらいいんじゃないのかなと思います。もうねほんとね面白かった。もう全てねやっぱね斜め上のツイートしてくるんですよ、ではまず2010年ですね、ツイッター開設した年でございます。やっぱり河野大臣といえばですね、J リーグチームの湘南ベルマーレなんです。もう趣味がもうベルマーレで、であのちなみにですね湘南ベルマーレの元代表取締役会長もやっております。そんぐらい肩書きを持つぐらいの方なんですけども、どんぐらいベルマーレが好きなのかと言いますとですね、よくあの安倍総理が海外の大統領とお会いした時にですね、サッカー日本代表のユニフォームをなんかプレゼントしてるシーンとか結構あったりするじゃないですか、それが河野大臣になりますと、海外大統領と会った時にですね、湘南ベルマーレのユニフォームをプレゼントするみたいな。だから今ガーナの大統領湘南ベルマーレのユニフォーム持ってるんですよ。そんぐらいベルマーレ愛がもう強いんですね、でこの2010年にもですね、ベルマーレに関するツイートがございましてですね、ある方からですね、河野さんベイサーズを買ってくださいっていう投稿が来ます。横浜ベイスターズ、横浜ベイスターズ野球チーム、2010年ってもうめちゃくちゃ弱い時期ですよ。ベイスターズのお荷物球団って言われるぐらいの、もうね全然観客も集まってない時ぐらいの投稿なんですけども、それに対してその金でベルマーレにメッシを連れてきますって答えたんですよ。横浜ベイスターズの質問されてんのにベルマーレで返す、それ普通できないじゃないですか。できないですね。もうそんぐらいね、もうベルマーレがもう大好きなんです、ね、ベルマーレか。続いてはですねオールドファッション機、大臣はですねミスタードーナツよりはダブルチョコレートかオールドファッションっていうこだわりがあるんです、であるですねフォロワーからですね、私はポンデリングが好きですと来たんですね、それに対して大臣は何て答えたのか、邪道です、ポンデリングは人気1位ですよって、もうデータでポンデリングが1番だと言われてしまいます、それに対してこの大臣は邪道ですと、もうデータに屈しないもう屈強なオールドファッション愛があるんですね。フレンチクルーラーはと聞かれた時、大臣は何と答えましたでしょうか。それも邪道ですじゃないですか。正解ですね、許す。大臣はですねお笑いでいう裏切りも2010年から使っていたんですよ。そういうことか。じゃあいろんな人いじられてはいるんですね。そうです、もう会話してるんですよ、もうツイッターの、もうなるめちゃくちゃ先駆けの方でございます。でまだオールドファッション期続きます。なるほど。そんなねオールドファッションが大好きな大臣にちょっとある悲劇が起こってしまいました、議員会館にですねあのタリーズコーヒーがあの議員会館の中に入ってたりするんですけども、そこのオールドファッションがなんとなくなってしまうんです、やばいです大臣、もうめちゃくちゃ大好きなんで、でそこで大臣はある試みに出るんですね、きなこ付きオールドファッションドーナツのきなこ抜きでって言うんです。これがですね、断られてしまいまして、大臣は最後にツイートの最後なんでわざわざ…てんてんてんってつぶやくんですね、続きましてカルピス機に入るんですけども、大臣はもうカルピスウォーターがもうめちゃくちゃ大好きなんですね、もうどんぐらい好きなのかと言いますと、元旦のツイートがですねそのまま読み上げます、元旦からカルピスウォーターうめえってつぶやいてるんですよ。大臣はおせちでもお餅でもなくカルピスのつぶやきを元旦からしてるんですね。もうそんぐらい大好きなんです。でちなみにですねこの2010年大臣はちょっとある疑問を投げかけるんですね、あったかいカルピスウォーターってあり提言をしたんですよ大臣は。大臣はもうカルピスはもう絶対冷やなんです。もう普通のカルピスが一番大好きなんですね、もうホットカルピスはもう NG なんです。そんなカルピス大好きだけどホットカルピスが嫌な大臣、もうめちゃくちゃ寒い日あったかいゆずレモンを飲みました。
もう大臣はですね、もうめちゃくちゃ寒かったらホットカルピスに手出すんではなくて、あったかい別の商品に手を出す。もうそんぐらいですね、もうカルピスには妥協しないのが河野大臣。続きまして、ペシ坊。ペシ坊というのは河野大臣の子供でございます。子供の名前出さないでペシ坊ってペシ坊っていつもツイッターでつぶやいてるんですね、うん、でなんでペシ坊っていうのかと言いますと、河野大臣、つぶやいておりました。妻のお腹にいる時、内側からお腹をペシペシと叩いていたから、うん、めっちゃ微笑ましいですよね、うん、これに関してはね。そんなペシ坊とのいろんなやり取りみたいなのが2010年ほがらかに書いておりまして、うん、結構大臣はですね、あのゲームで悪戦苦闘するんですね、うん、ペシ坊に知らないゲームをなんかステージ進めるよう頼まれて、それに対してなんか結構混乱している、そういった出来事が結構書いてあります、うん、2011年に入りますと、なんかちょっと怒りのツイートがあります、うん、ペシ坊がおじいちゃんから Wii をもらった。去年の DS に続いて親がダメだと言ってるものをおじいちゃんがプレゼントする、甘いと。もうめちゃくちゃですね、怒ってますよね。そして3日後、大臣はこうなりました。 Wii のスキーにはまります大臣はですね、もうおじいちゃんがプレゼントされた Wii を子供がやってたんですけども、スキーにはまってしまったんですね、うん、で子供からパパばっかりずるいって言われた時、子供は寝なさい、何時だと思ってるんだって毎回切り返すようになる。そういったのがペシボートの奮闘記でございます。まあこんな感じでですね、うん、大臣の歴史をいろいろ振り返っていきたいなと思っております。グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、岩本喜一郎でございました。